大会で活躍するアスリートにエールを送りたいというところと、応援するアスリートを応援する世界中の方々にこの大会で得られる感動と興奮をより強く感じていただきたいという思いを込めて、今回のライティングをやらせていただくことにしました。オリンピック始まるっていう実感が湧きます。これを見てオリンピックは東京で開催して、みんな、コロナということもあるんですけれど、やっぱり、楽しみにしていると思います。やっぱりここで成功して、それを世界のみんなに見ていただいて、もう世界のみんなとコロナに向かって立ち向かって頑張っていこうというメッセージになっていただければいいなと本当に思います。随着奥运场馆等地标性建筑点亮奥运五环的颜色，人们真切地感受到这是一座正在举办奥运会的城市，也期待着在这一届的奥运会当中，所有的运动员都能拿出最好的状态，尽情地享受比赛。总台记者日本东京报道。